くだふざけんなこいつマジで。はい、こんにちはくんです。ということでやっていきましょう。人狼狩人占い狂人霊能村人ということで、人狼ジャッジメントのですね、ほぼほぼ同じ、ようやく村が人狼殺にも出現したのでちょっとやっていきましょう。まあ、残念ながら村人なんですけどね。夜が来ました、目を閉じてください。だから人狼殺ってさ、進行が難しいんだよね。その喋る順番が決まってるから進行が難しいから、どの位置に霊能が出るかによってかなり変わりそうな気がする。まあ、やっていきますか。はい。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。まあバグってね、大丈夫か。よし、行こう。3番のプレイヤーは発言してください、うん、いやー、いい通知ですね。誰も死ななかったっていうのが、ずっと続けばいいのにそんなことを。なるほどな。夜に思った霊能者です。よろしくお願いします。いきなり霊能者か。進行論とかもみんな耳にタコができるほど聞いてると思うんで、省略させていただきます。自分霊能ね、あの急人局やったことあるけど、霊能がやったことなくて、どのタイミングで出ていいのかわからないから、今普通に今出ちゃいます。まあこいつ霊能なんだろうな。ただ大丈夫か、なんか酒にでも酔ってんじゃねえか。もう指摘してください。つい次回以降ちょっと反省点として、したいので。4番の進行路言ってください。4番のプレイヤーは発言してください。汚ねえぞすいません、風邪気味です占い師でした。ランダムで2番さん白と出ました。僕に進行路を言ってくださいというのはちょっと僕もあんまりやったことないんで難しいっす、これは。なので言える人に任せたいと思います。で、3番さん占い、霊能師は把握しました。何も言えることないよね。でも自分なりに頑張って考察は伸ばしていこうかなとは思うんですが、場面が固まってきたらね。僕目線だと2番さんはあって強人かなっていうのだけは把握しておこうかなと思います。で、3番さんのその霊能の出方は今出ていいのかなっていうのはちょっともうよくわからないで、出ていいでしょ。ジルジャッジやったら出るよ。まあそれはそれでいいんですけど、一番最初のなんか言ってることがよくわかんなかったかなっていうのが純粋に思いました。誰も死ななくてみたいな。どうでもいい。あんまり別になんか触れる必要もないのかわからないけど、その言ってる意味がよくわからなかったかなっていう印象でした。そうか。って感じです。進行論も僕は特にわからないので。やばいな。2周目回ってきてからちょっといろいろ話したいかな。ちょっと占い霊能と結構不安が残るなってところですかね。まあ、とりあえず以上です。5番のプレイヤーは発言してください。これ喋れてるのかな。さっきインストールしたばっかりでちょっとよくわからないところもあるんですけど、ぶっちゃけリアルでちょろっとやっただけで面白かったっていうので始めただけで、どこからどこまでやっていいのかちょっとよくわからないんですけど、一応僕は今さっき引いたのが村人で、大丈夫かこいつ。大丈夫なのかなちょっとまだよくわからない。わかんないわかんないぜ、きついな。よろしくお願いします。わかんないぜ、きつい。6番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営でした。そうですね、3番さんの印象としては色落ちなしかなと僕は思ってます。まあ、真の霊能ならいろいろ進行論ない、まあ、聞き飽きたと言いつつも、まあ、一応聞きたかったかなとは思います。ただ対抗も出てない状況ですし、一応フラットでは見ていきたいかなとは思っています。で、4番さんが占い CO& 風邪引き CO、2があって強靭、あれランダムの占い先が2だったってことなのかな。僕そこ聞きそびれてたら申し訳ありませんっていうところはちょっと気になったかな。でも3しか触れられないけれども、3の発言で誰も知らなくてよかったっていうのを言っちゃったっていう気になったところは、上げていったところから丁寧に触れてたんで、そこは印象がいいというふうに留めておきたいかなと思います。5番さん色落ちなしです。2周目で釣り位置上げます。7番のプレイヤーは発言してください。はい、3が霊能使用把握です。で、4が2に白だし、で4も5もね、5が一番ひどいんだけど、わかんないわかんない勢はね、釣るしかなくなっちゃうんですよね。最終的に間違いなく S 字値にされるのはもうこれで確定したようなものなんで、なんで、まだ発言2周目まで聞きますけど、まだわかんないわかんないみたいな感じで、どうしたらいいかわかりませんみたいな感じだったらもう釣るしかないかなっては思います。5番に関しては。で、4番は、
ごめんね、ちょっと4番と5番に混ぜこぜに言っちゃったけど、5番の話ね、釣らなきゃいけなくなるっていうのは。で、4番は、なんとも言えないかな。ただ、なんか発言的には、まあ同じような、5番と同じような、ちょっと頼りない感じはするかな。そう、逆にだけど、4番狼で占い師はしてなさそうだなって気はする。この役職構成の村だったら、まあ狂人だったら占い師をするよね。だから狼だったら多分潜伏したがる。しかもこの早い段階でだから、4番狼はなさそうだね。心境わかんないけど。って感じ。で、6番なんだけど、6番は、なんか3番フラットに見るって言ってるけど、この村構成って霊能者って資料太鼓出るものなんですか？なんかあんま出なそうな印象あるけど、普通に狼潜伏で狂人が占い太鼓出るだけじゃね。だからなんか3番のフラットじゃないのに触れる必要そもそもあったのかなっていうので、6番はんーとちょっと思いました。ただね、5番に対してあんまり触れてなかったのはちょっと謎はあったので、6番の2周目の発言よく聞いていこうかなと思います。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。自分が真の占い師です。占い師ね、6番さんがランダムで素人で出ます。把握お願いします。7番さんが今、対抗狂人が対抗で狂人が対抗で出るって言ってましたけど、いや、この村って結構狼が占い出て、例えば霊能がもう一人で多分出るのかなとは僕は今までの経験上思っております。なので、対抗の4番さんは今のところローとして見てますが、まだ分かんない。例えばこのまんま3番さんがの霊が確定したら4が狂人出てる可能性も全然あるかなと思ってます。まあ今のところ分かんないですが、3番さん今のところ1人しか出ないんで、まあ、3番さんを一応触れずに置いとくと567だけど、まあ、5番さん分かんない村人ですっていう発言ね。で、7番6番さんはどうだろうな、まあ、5番さんに対してまた2周目みたいな感じの発言したんかな。で、7番さんは6怪しいって感じか。どうなんだろうね。あ、 5も釣りでって。7番さんは結構ヘイトを向けてるっていうような印象があるかなっていう感じかな。今のところグレイチは分かんない、対抗の4番さんは一応浪費しときますって感じ。以上。弱いけどね、霊能に狂人出るのって。発言してください。はい、9番です。これすいませんね、俺も初心者のもんで、この村はとりあえず4番さんと8番さんが出たと、3番さんが狂人で、言っちゃっていいのか分かんない、俺霊能者なんですけど、これ言っていいのか分かんないですけど、狂人が出たのか、これ霊能者です。潰すかロラでいいんじゃねえか。で、対抗の3番さんは狂人か人狼ってことになると思うんですけど、まあ、話の流れ聞く感じ多分狂人かなと。で、5番さん、え、今日グレーから行くんですよね多分。だったら今の段階で言ったら僕は5番さんかな。7番さんはロランないんだ。発言しっかり伸びてて頼りがあるなと思いました。5番さんには申し訳ないけど今のところは5番さんかなって感じがします。で、占い師も囲うこととか多分あると思うので、そのラインとかもしっかり見ていきたいなと思っております。どこに狼出てるかだな。4、2、白。1番のプレイヤーは発言してください。はい、1番よろちくびってことでね、なんかね、俺4番さんのシーンね、なんかあんま追えないなっていうかね、なんか4番さんって延長してまでね喋ることじゃなかったなってめっちゃ印象悪いよね。で、5番さんってさ、なんかブチブチしてんな。初心者シーンをまずやめよう、普通にだるい。うん、もうやめよう。で、5番さん普通になんか聞こえます？若干プツプツだな。あ、聞こえます？聞こえたら L って言ってもらっていいですか？あ、ありがとう。で、そうっすね、まあ4番さんがとりあえず、あ、今大丈夫、ありがとうございます。そうっすね、ちょっと全然俺追加するコインもないんですけど、5番さん一周回って白いんじゃないかと思ってます。で、7番さん、これみんな気づいてない感じですかね。7番さんいつも見てます。ふざけんな、こいつマジで。2番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。4番さんが、自分に指導で、8番さんが占い師で、ちょっとすいません、そこ把握漏れてどこにしようかっていうのはちょっと分かんなかったんですけど、で、3球が霊の対抗ということで、そうですね、グレーゲー、今日霊能からですよね。霊能から、9番さんの、なんか、3番さんが狂人、ってのが、俺めっちゃ臭かったんですけど、めっちゃ臭いんですけど、霊能だったら9から行きたいですかね。まあ、3、9、もう一回発言聞きますけど、3、9から行きたいかなと思ってます。
で、7番さんは、進行として、狼は潜伏するもんじゃないのってことを言ってましたね。それなので、もし7番さんが狼だとしたら、潜伏してるんでしょうね。ってところかな。潜伏してないよね。6番さんは、なんでだ、まあ、どう打ち上げて見てんだ ?7、8 とかは打ち分けて見てるってこと、はい、ってところですかね。ちょっと、今日、霊能からですよ。現状9かな。あの、出方がすごい怪しかったな。で、あと1番さん、5番さんに対して初めて言ってますけど、結構みんな初めて言ってるんでな。3番のプレイヤーは発言してください。聞こえなかったです。俺の声は聞こえてますかって、まあ聞こえてると信じて話します。で、9番が対抗で出てきて、俺やっぱ、9が人外確定なんで、で俺9人狼で見てて、でその相方位置が8番だと思う。だってその8番が言ってたんだけど、やっぱ占いが2人出るみたいな、誰もそれ言わないのに普通。てか人狼だったら多分出てって言ったんじゃないかな。占いして出てって、霊能で出てって言って、旧強靭な、どうだろう。でも、まあ、確かに、そう考えるの妥当だよな。俺死んで見てないです。で、旧人外確定なんで、今日霊能から行くなら9番からお願いします。ところで5番さん、初心者仕様、うん、まあ頑張ってってところですね。対抗狼置きは強靭なメッセージと見るかか。8番6番のプレイヤーは発言してください。初心者仕様とかそこら辺に触れなくてはいいと思います。対抗の8番さんは人狼だと思ってます。なんでかっていうと、この場面占い師は人狼で出ることが多いので、って自分で言ってるので、じゃあ自分は人狼な、8番さんは人狼なんだなっていうことが、まあ、分かってますが、人狼なんだなって思いました。で、9番さんが、3番さんは強靭って急に言い始めたじゃないですか。それは、まあ前の人も触れてたんですけど、自分が強靭だからさんまさんを強靭浮きしたのかなという発言に拾えたので、今日裏、霊能者が行くんであれば9番さんから行こうかなと思ってます。まあ、9から行っても3から変わらないね。8番6に白を出してるんですが、6番さんの発言で、3番さんに対してフラットっていう発言がすごい僕は気になるかなとは個人的に思ったんですけど、なんでかっていうと、フラットって使う時っていうのは対抗が出てきて2人になった時に、例えば今で言うと3級が霊能者で出てきて、どっちを黒く見るか白く見るかって言ったらフラットっていうんだったら分かるんですけど、3番しか出てない状態でのフラット発言は出てくることが、もう一人出てくるの分かったのかなとか、そういうふうにも思いました。うん、現状で。で、1番さんに関しては俺の方が印象悪いとは言ってるんですが、結局456とかそこら辺までの精査しかしてなくて、特になんか印象しか触れてないっていうのが、逆に なんでそこしか触れないのかな、45しか触れないのかな。で、5番さん最終的に印象いいって言って終わったんで、そこも触れてになったかもしれません。今日霊能者行くなれば9番から行こうかなと思います。5番のプレイヤーは発言してください。すいません、皆さんちょっといろいろ気を使わせてしまってるかと思いますがちょっとまだ専門用語的なのがちょっと分からないところがあって、何もかもちょっとうまくできてないんですが、ちょっと村置きするしかねえなこいつ。9番さんが怪しいのかな、3番4番さんが9番が結構言ってたのでなのかなって思ってます。以上です。きついよ。6番どうすんだこいつのプレイヤーは発言してください。狼やったら負けるな。いや、まず4番さんに言いたいのは、まず3番さんの発言気になったって言ってたのに、3番さんそれに対して最後返してないのに、9の強靭、9が発言で3を強靭って始まったことで、9を2セット追って強靭と追って3、1に上げるの、それが分かんねえな。で、まあ後半の考察は7番に寄せたわけでしょ。俺7の4のライン見えるけどな。で、3の強靭7、4、ロー、いや、フラットってそれは対抗出てないからまだわからないけど、フラット出た場合はフラットっていう話したんだけどね。今日の霊能ね、どっちからでもよくね。2周目の9番その発言聞いてみないとわからない。3番があまりに薄すぎるっていうところかな。なんで4、7になったんだ。7番のプレイヤーは発言してください。うん、3級どっちからでもいいんじゃない。どうせロラでしょここで。6番4、7ラインって言ってんの。あー、なんでなんだろうねちょっとごめん、意味がちょっとよく分かんなかった。なんで4、7になるのかがちょっと分かんなかったっすね。なんか、まあ、5番ね、これどうするの。6番5番について何も触れないんですか、この発言量で。マジでスルーする、もう村置きするってことっすか。9、3するしかないじゃん。そしたら 5でしょ。あと残り5になっちゃうじゃん。で、5人で2人外でしょ。で、占い決め打ちってことになるのか、そこで。5番とか釣ってる余裕ないね、この村。あとさ、
その確かに 3と4も言ってたのかな、あの8がさ、そのなんか狼が出るよ占いにって言いながら出てきて、9番があの霊能 CO で狂人太鼓出てきたって、めちゃくちゃストーリーとしては立っちゃってるよね。8狼9狂人みたいな、まあどっちでもいいんだけども、93とその霊能と占いのラインって存在しないから、ここ老老じゃない限り狂人潜伏のね霊能占いにね狼は見ないよ。正直93と48のラインってあんま考えなくていいと思うんだ。どっちからでもぶっちゃけいい。どうせローラするでしょここ。まあ9の2周目考え見てからちょっとどっち入れるか決めます。8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、そうです。2周目霊能どっちでもいいです。正直それは7番さんと意見は一緒。ただ7番さんは僕がね、ロー出てきて9番さんは今日っていう風に追ってるのかな。それだったら超ストーリーなんですよね。そういうところが47で見られるところなんじゃないかなと思ってるが、まだ分かんないって感じで、まあ普通にみんな結構初心者みたいな感じ言ってるけど、普通にこのレギュレーションでなると占いにローが出るっていうのが結構普通なんだけどな。でそれを言ったら俺が怪しくなるっていうのが、全く理論が分かんない。で今日は僕は3番に入れるかな、3の方が2戦目が高い。なぜなら89ローローで終わしたからね。89ローローっていうのはまず89ローローまあ、ありえないこともないんだけど、じゃあ占いと霊能で新郎新郎で出てるっていうあの話になるんだよね。結果ね審議はつかないから明日9も行くとは思うんだけど、今日は3から行こうかなと思ってます。グレーに関してはどうだろうな、分かんないな。1番さんは、4を偽で見るって言ってて、5を一周回って白いって言ったのか、まあ、すり寄りとも捉えられなくもないが分かんないまだ、うん、7番さん普通に単純に気になるかな。なんか結局なんか4を死んで見るみたいな感じの発言を結構ずっとしてるような感じはするけどね。まあとりあえず今日は3から行こうかなと思ってます。まあ対抗の4はローでしょうって感じ。9番のプレイヤーは発言してください。僕の1日目のあれでなんかみんな僕のことを黒い目に見てるんですけど、いや普通に考えて俺霊能者なんですけどね、3番さんの対抗って人外 で今の流れなんかみんなの言う流れなんか霊能の対抗は狂人みたいな感じだったので、普通に潜伏してからなんかその霊能の結果が出てから言うべきなのかなと思って潜伏しようと思ったんですけど、3番さんポロって狂人って言ってしまったんですよ。普通に間違えて、俺目線だって人外でみんなの流れから言って狂人だったから、それで狂人って言っちゃったわけ。それで黒く見るっていうのを見られるのがちょっと俺は分かんなかった。すいません。それで黒く見られるんだったらすいません。まあそういう理由かな、俺が言うのは。俺目線3番さんの人外は確定してるから、それでポロって言っちゃったってところで、で4と8がどっちかに人狼がいるとしたら、 LINE っていうかつながりは分かんなかったけど、まあ47っていうのも分かる。でも8番さんとのどっかつながりがあるっていうんだったら、分かんないけど、初日に相方に白出すっていうことはないのかな、この村では。あんまりこれ結構なんかありそうな匂いはするなと思うので、片白もらってる人もしっかりと見ていきたいんですが、まあ俺が霊能って言ってしまったのはそういう理由です。ケイノは考察残りそうだね。ぶっちゃけどっちでもいいから、3釣り釣ろうかな。のプレイヤーは発言してください。発言してください。いやもう分からん。47ラインってどういうこと。3番さんが言う新郎だったら何、狂人がどっかニートしてるってことでしょう。普通に47っていうラインがまず分かんないんだけど、みんななんで47っつってんの。7番さんどうせ霊能ロラするんだろうみたいな、どっちでもいい感じよそれ。人外で言います。何47、俺6の方が怪しいんだけど、なんで5番に触れないの。これ5番どうすんのよ。どういう立ち位置。5番さん5番どうするんだろうね。これもう怪しい、どうこうなんかもう通り越してるよね。なんかこれどうする、どうもできんよね結局。どうにもできんよな。マジ7番さんと一緒なんだけど、いやマジでなんか発言薄い。8、9、3、4ガチで薄い。もういいんじゃない、どうせロラっていう考えで。3、9どっちか。なんか9番さんも自己弁明バカだったしね。クザのプレイヤーは発言してください。5番さんの話はもういいでしょう。5番さんの話はいいと思います。で、5番さんはもう言いたいことはちゃんと言ってください。誰々が怪しいから、誰が言ってるから誰じゃなくて、自分で怪しいところは怪しい。そして投票すればいいんですよ。はい、もうそれで終わりにしましょう。だから6番さんが触れなかったからっていうのは別にそんな黒い要素ではないと思います。絶対6号で繋がってるとか俺ないと思ってますからね。で、ところで、9、3、9ですよね。で、8番さんは74が本当、それは1番さんとして74って言ってんのがよくわからない。で、89で何新郎新郎で見られたら嫌だから3番さんを釣る。全然意味わかんないんですけど。で、9番さんも、8番さんも自己弁明が長いってところかな。
俺はちょっと9からいきます。9からいきます。7番さんのおっしゃる通り、ローラーするんでここに時間割いてもしょうがない。9さんで明日の、占い結果っていうところじゃないですか。今日レイローラーから、9さん皆さん、好きな票を投票しましょう。強人だとしたら9なんだよね。だから投票を始めてください。3,4 ラインなんかある気がするけど、いや給料が考察伸びそうだわ。ありえん、ほらじゃないべ。3番のプレイヤーが選ばれました。3番のプレイヤーは発言してください。ん、大丈夫か。3どうしちゃったんだろうな。聞こえないね。上地にあたりじゃないか。8,6,8,4。夜が来ました。目を閉じてください。村人としての自覚。昨夜死んだのは、まあ2が噛まれるわな。2番4番のプレイヤーは発言してください。1白7白、ごめんなさい、これこういう盤面って片白を占う盤面なんですかね。ん、1番さん占った理由っていうのがやたら5番さんのことに触れていく、まあ、2番さんも言ってたけど、で5釣りをなんか押してるように見えて縄を使いたい人狼なのかなと思って一応占ったら村人でした。で今日占いローラー、僕は本当は占いローラー9番さんから言ってほしかったんですけど、3番さん自分で投票放棄したのでまあもうしょうがないかなとは思ってます。この盤面はで今日9番さんに行こうと思ってます。で、8番さんは相変わらず人狼だと思ってるんですけど、9番さんの発言で言ってたのが3番さんを強人置きしたから僕も9番さんがなんかさんまさんのことをパッと強人って言ってしまったって言ったけど、9番さんが強人発言したの1週目1日目の1週目のところで3番さんを急に強人置きしたから、誰もその時点で4から8にはさんまさんを強人置きしてないんで、その発言が9番さんおかしいなと思いました。まあ、どうでもいいね。9番とか村置き5番村置きするしかないよね。現状で9番さんを今日釣って僕の占い値は6になります。7に白か、違う提案があるんであればちょっと提案してくださいって感じですね。それで今日9番さんに入れて、1とか、そもそもなんで8番さんどこ占った7白。5番のプレイヤーは発言してください。さっき釣ったっていうのは多分昼の段階で排除する人のことだと思うんですけど、僕7番さん選んだんですけど、ん、言ってることが確かにすごく理にかなっている。こう7番っすよ。ほんとだ、役職がちょっといまいち、みんながみんなどんな感じなのかちょっと展開が早すぎて頭が動かなくて、5番どうするんだ、申し訳ない、やばいな。7番さんがなんかすごくどうするんだこいつ、やべえぞ、こう場を回すというかそういう感じだったので、あんまり目が向いちゃいけない人なのかなと思ってさっき7番さんにやばいな。6番のプレイヤーは発言してください。霊能ローラー言うとるやん。ちょっと待って、やばい、まあ七釣りはちょっとよく理解ができないな。霊能ローラーだったっすね。4番さんの新芽が僕はないですね。だから8神で見ている。で7にしろ、まあ目線と考え方が違かったのかなっていうところかな。まあ47ライン見たってのはその4番の後半1周目の2周目の後半の考察が、まあ6が5に触れてないっていう、まあ7番とまあこうほぼ便乗みたいな考察だったから、ああまあまあ7がいい考察、発言的にもまあ信頼を得ているっていう感じなのが1周目出てたから、まあそれに乗っかったのかなっては俺は思ったんだけど、でも4を2セット置いた時のラインがわからんねえな。そしたら4号になるのか。まあ1はもうね、分散キッズっすね、もうこれは。ようわからんっていうところ。まあ8の黒要素が俺はちょっと見つけれてないっていうところがある。みんながいろいろなんか1周目に人狼狼で出るのはどうこうとは言ってたけど、まあ、最近の超人気曲の感じだと、まあ、狼が占いに出るっていうところは俺も賛成できたから、8番の進行論っていうか、レギュレーションの展開は全然理解できたんだよね。4は結局だって狼1も言ってないわけでしょ。9の2世だけ上げてちょっとよくわからんな。俺は9行って4だな。7番のプレイヤーは発言してください。これさ、まあ、9行くしかないんだけど今日は。これ5番どうするの？明日さ、確定資料作るしかないよねこれ。確定資料作っ、あね、ちょっとね、俺これ最後の日に5番暴走しそうな気がするんだ。だからちょっと5番さん向けのね、これメッセージなんだけどさ、まあ、今日9番行くのも確定してるからもういいっしょ。で、5番さん向けのメッセージなんだけど、確定資料っていうのって、もうほぼ絶対村なのよ。わかる？絶対村なのが確定資料なの。だから、多分占い師がね、2人、4、8占い出てるよね。ここは確定資料にしたら、もうそこって絶対に村なの。だからその人の信仰に従って投票すればいいのね。だから、
そう、確定城作るしかないってどっかに。あのご飯多分やばい、多分もう村置きするしかないような気がするんだけど、今日9釣りなんだけどね、俺8儀だったら俺に黒出しすると思ったんだよな。だけどここで白出しでしょ。8目線1か5が黒、8神だったら1黒なのかもな。わけわからんこと言ってるし、もう5黒だったらもう知らないわ。4番目線だと6黒とか、ただね6黒だったらね2噛めないんじゃねえのかな。初日囲いの対抗でしょ、対抗の初日囲いでしょ。ちょっと厳しいよね。まあ、ちょっとまた明日考えるわ。今日9釣りで。8番のプレイヤーは発言してください。7番さん占って7番さん白でした。まあ昨日、まあ、7番さんがどっちかというともう僕を黒軸で結構考えてた感じがしたから、まあ、7番さん占ったら白でした。まあ、霊能に関しては正直ね3でも9でもあのよかった、それはまあ昨日7番さんも言ってたことなんだけど、僕目線6、7が白なんで4をローとしておいたら1、5どっちかって話になってくるね。わかんねえ正直。ただ1番さんは、初日に5を白い白置きみたいな感じで言った時には2周目でヘイト向けたのは若干気になったかなって感じ。そこら辺の話はちょっとこの週で欲しいと思って、今日は9に行くんですが、うん、どうだろうね、わかんねえ。1号はわかんない。4番さんはまあ多分ローでしょうっていう感じかな。まあもし 9が唯一あるのが9がローで出てるっていうことなんですが、まあそれは薄いのかなと今のところ思ってます。まあなので今日は9に行きますって感じかな。そんな感じです。あ、8のが新目あるんだよね。9番7したらのプレイヤーは発言してください。自分の白だし、それで1囲いきつくね。やっぱ5か、5黒か。発言してください。はい、すいません電話かかってきたんですけど大丈夫です。でなんとなく俺が思ったのはなんか投票の感じとかって 1,2,3,4 と 6,7,8,9 でなんか分かれてたじゃないですか。それで3番釣られるじゃないですか。2番さんが噛まれるっていうことは俺 6,7,8 に虹色いるんじゃないかなってなんか単純に思っちゃった。すいませんねこれ間違い構成だったら。でもなんかそんな感じがするんだけど、すいませんそれだったら 1,2,4 がもし違ったらすいませんなんですけど、1,2,4 が9を死して、なんか 6,7,8 に虹色いるんじゃないかなって思っちゃったな。で俺釣られる流れなんだけど3番さん白でした。強靭でしょ。だって結果言うとね、強靭なのにラインが見えてるってこと。でちょっとよくわかんないです。でちょっと意味不明じゃない、どういうことそれ。5番噛んでくれよ頼むよ。でそうだな、とりあえず明日は5番さんを白角作る盤面なんですかね。なんかその流れ誰か言ってたけど、まあ、5番さんはどうなるかわかんないけど、まあ、白とするしたら4が人狼だったら11しかないね。8だったら7か6、まあ、これは5番さんが白だったらかわかんないけど、8番さんは47って言っておいて7に白打つ、7に黒打ちそうだけどな。味方への白出しの準備なのかなってそういう風に捉えられてし捉えることもできるかなと思った。871番のプレイヤーは発言してください。あのまず自分キッズじゃないんで6番さんちょっと失礼ですよ。バリバリ働いてるんで、なんだろうね、そういう意味のキッズじゃねえ。なんで自分生き残る前提で話してるのかなと思うんだけど、明日考えるみたいな。どういうこと。神道だったらさ、だけどそれならさ、狼、霊能と占いで出てるんでしょ。だったら占いどっかに黒出してさ、で、その人釣って霊能が黒って出せばよくない、うん、っていうあれなんだけど。もう5番村置きするでしょ、釣ってないんだから。普通に考えて。だから8番さん目線俺ってなんのか。俺村人なんだよな。でマジでわからん。なんか、なんだろうね、この、6番とか怪しくない、普通に。ちょっと怪しい。6、なんだとかもなんか怪しくないか。普通に生き残る前提で話してんだよね。なんかこんな濁ったの初めてで、こんな沼ってんのも初めてなんだけど。投票を始めてください。1黒ないのかな。パッションなさそうな感じするよね。ありえん、パッションじゃないぜ。9番のプレイヤーが選ばれました。9番のプレイヤーは発言してください。これって明日誰か噛まれるで、その時にもう二人狼いるじゃないですか。外したら終わりってことか。そういうことですよね。そういうことおそらく。俺もマジで全然わかんないんですけど、すいません、俺も盤面濁らした感じにはなってるかもしれないけど、あ、全然わかんないですね正直なところ。どうでもいいかな。678に二人狼いるんじゃないかなとか思ったんですけど、違いますかね。でも1か4が、人狼だったら1しかないですよね。5番さんにもし白が出たならば、それかまあ黒が出たなら4、5か。わかんねえや。やべえ、5がやべえ。全然 LINE とかそういうのがわかんなかったっす、この試合は。すいません。5やべえな。いや、4だったら、4、5黒軸とかってもう追えないレベルだよね。
4-1黒軸は終えるけど、夜が来ました。どちらにせよ結構あれなんだよね。もう上位置結構絶妙な位置感だよね。2のなんか白い位置、とりあえず一番白い位置感だって感じなんだよね。ただ自分の白出しだったらカムの躊躇しそうな気もしなくもない。グレー位置かみそうだよね。確定白作られたくないから2番噛んだって考えもあるかもしんないけど、4番がなんで2番噛んだんだ。囲いノン囲いないでしょ多分って考えると、やっぱ1か6にウルフか。昨夜死んだのは、あ、俺死んだ。7番、マジか。8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。5番でしょ、もうこれ。1番3白でした。1番3白。あ、違うか。5か6か。ってなってくると、僕目線5番、うん、4、5、もしくは9番3で落ちてる。まあ、3番3はない。なぜなら9番3が3に白、白結果を出してるから、ね。これ4、5か。だから9黒はある。あり得るが、まあほぼほぼないかなと思ってます。なので僕目線4号ローローかなと今のところ思ってるかな。まあそれしかないよね。正直ね、5番さんが白置きされてるけど、僕は、6の白も分かってるし、1の白も分かってるってなってくると5番さんしかなくなったんだよね。で4番さん7裏なんて7噛まれてるわけでしょ。だから4ローの4号ローローかなと今のところ思ってるかな。はい、もうこの週狩人絶対入れてくださいね。狩人、あの明日になったらもう絶対どっとりとかあるから、はい、それが村目線で混乱するからね、絶対この週に出てくださいって感じ。今日は4番さん行ってください。4番さんで終わることはないと思うが、呼んでお願いします。うーん、4釣りなのかな、はい、僕がどうなら、1にしろとかってやらないってのは分かるよね。まあそうなんだよね、はい、今日は4番さん行ってください。以上。確かに1番のプレイヤーは発言してください。分かるけども、分かるけどもよ。おい、きつい。目線3番さん強靭ってことでしょ。まあ確かに5番残ってるのもおかしいんだよね。で7番噛まれてる。でも狩りどうこう言ってるけども、ここで出ても俺信じたくないんだけど。グッチョ僕も起こしてない狩りなんてもう必要、ね、仕事何もしないでしょ。普通に乗っ取ってんじゃないと思うんだけどね、この時点で出てきた場合。てかそもそも狩りが出てないから黒打てないんじゃない、占い師さんたち。それはないかな。なんでこのやたら白なんか黒見つけれんと、逆に分からんとやけど。でも6号で精査したとき、普通に5番さんの方が黒いっていうのはみんなわかるよね。なぜかしら5番さんが残ってる。沼ったなぁ。いやもう5番 DP じゃないよね、まず9差で連れてるから。いやどう聞いてするんだ。沼まする。4番のプレイヤーは発言してください。6黒か、68黒。皆さんおかしいって。ね、8番さんがさ、俺入れてって言ったじゃん。で俺入れたところで終わんないと思うけどって、なんで盤面見えてん。だって俺が人狼だったら相方さ42でもあるしさ、まあ45見るのは全然いいんだけど、その発言自体おかしくない。今日8番さんから言ってほしいんで、相方は絶対86だと思ってる。この盤面8番さんは1番さん占ってる理由何。俺は7番さん占ってる理由っていうのが、白角を作る盤面って5を占うような発言をしてたじゃん、7番さんって。でも5、8、5もあるだから7番さん占われたくないから、5を白角で作ろうぜみたいな感じで誘導してきたのかなと思って、それに反して7番さんを占ったら白だったけど噛まれてしまった。もうごつり飲めるっしょ、今だから言うけど、5番さんの1日目の一番最初の発言で村人陣営ですって言って、これ言っていいのかなってその後言ったんだよね。5番さん今だから言うけど、狩人俺もいつ出ていいタイミングか分かんないから全然触れなかったけど、そのことから今俺は86で見てて、5番さんがもしワンチャン狩人あるんであればもう出ていいと思います。まあ、今チャットでも出ていいと思うけど、自分の発言の時にも出ていいと思う。で8番さんの狩人は出ていいけど思うっていうのも、その86で人狼だったら6番さんに出てよって言ってるようにも聞こえたから、今日村人って言ったよな今。5番は感じかな。5番ちょっと臭いねのプレイヤーは発言してください。さあ、今最初8番さんが4番5番で5番僕で4番と5番怪しいっていう風におっしゃっていたので、頑張れ。あと1番さんも4号、あとでも4番さんは8番が怪しい、8番さんが怪しいって言って、でちょっとやっとなんとなく分かってきた。分かってなさそうだぞ。しなくもないんですけど、どうなの。僕でもなんかみんな言ってる感じだと8番と4番が怪しいのかなとか思ったりしてます。大丈夫か、カリードか、お前は。4番さんかな、以上です。6番って言うんだ最後に。プレイヤーは発言してください。5番さん、ここで4番さんが2セット思うんだ。しかも1番9、3で落ちてるっていうの、俺のせいかもしれないな、ここまで粘ったのは。でも俺もう8死んで見てきちゃったからな。4、8、6ウルフじゃね。
負けたら村のみんなごめん。確かに8が7にし、まあでも4番さんが言ってることもわかるんだけど、8は隠しろってのは、まあ片方の占い師が俺に白出して、でもう片方の占い師が俺に白出したら隠しろだよねみたいな話だから、8番が1番占ってる理由も納得できるし、考察的にも8番をシーンと見るから、俺は今日は4に入れる。村ごめん、間違ったら投票を始めてください。いやきついやこれ、5番が見えねえ。ただ5番の初心者 CEO がガチなら86オオカミ、ただここまでの演技はできないって俺は見るから86オオカミなんじゃねえかな。多分86ウルフじゃね。さすがに6もおかしかったし、発言はもう5は村と置くしかない。あのプレイヤーが選ばれました。あ、85オオカミですか。あーはははあー、やはり初心者 CEO は初日に釣らないとダメですね。初心者 CEO 初日に釣りましょう。初心者 CEO は初日ですな。いやきついな、初心者 CEO で狼か。いやーちょっときついな。よし、やっぱ初心者 CEO 釣るべきです。もう釣るしかない。初心者 CEO は初日に釣りましょうっていう教訓だな。じ